劇的決着でホーム開幕戦を制した J2 ベガルタ仙台が栃木 SC に1対0で勝利。今季初の勝ち点3をつかんだ。0対0で迎えた後半45分、同途中出場の FW 山田博人22が移籍後初ゴールで値千金の決勝点を奪った。今季新加入で名刺代わりの一発は、記念すべきチーム第1号弾。今シーズン目標に掲げる J2 優勝へ、成長曲線を書き続ける若きストライカーが、J1 昇格へと導いていく、右手の人差し指を天へと突き上げ、山田は歓喜の輪の中心で雄たけびを上げた、自分のゴールで勝てたことが、めちゃくちゃ嬉しい。本拠地ユアスタに集まった 13,073 人のサポーターの興奮も収まらない。劇的な決勝ゴールにスタジアムのボルテージは最高潮に達した、若きストライカーがこじ開けた。0対0の引き分けムードも漂った後半45分。ペナルティーエリアでパスをもらうと、ワンバウンドしたところをコンパクトに右足で振り抜いた。ボールはゴール右隅へ。試合終了間際に決めた値千金の一発。今季チーム第1号ゴールを挙げ、ホーム開幕戦を白星で飾った、絶対に勝つつもりで試合に臨んだ。良いスタートを切ることができたと思う。後半20分からの途中出場で結果を残し、今後へ大きな弾みをつけた、チームのために自分が点を決める。その一心でピッチに立っていた。試合後、得点シーンを振り返り、あんまり覚えていない、と言った。それほど集中し、ゴールへの嗅覚を研ぎ澄ましていた、自身にとって待ちわびた勝利でもあった。今季 J1C 大阪から2度目の期限付き移籍で加入。20年に仙台でプレーするも、その年はホーム未勝利、0勝7分け10敗の屈辱を味わった、ホーム戦、ユアスタで勝てなかった悔しい思いはあった。このチームのために、なんとか結果を残す思いで加入した。サポーターへの恩返しを胸に秘める、劇的勝利にも勝負の1年は始まったばかり。謙虚に次を見据える、調子に乗らず、一生懸命に努力してピッチ内で頑張っていきたい、と気持ちを引き締めた、J2 優勝&J1 昇格、ロードを突き進んでいく、佐藤極む。富田慎吾氏引退セレモニー昨季で現役を引退した前仙台の富田慎吾氏、36、が引退セレモニーを行った。スタジアムには現役時代の映像が流れ、家族からは花束が手渡された。クラブ歴代最長の仙台一筋18年、これまでの記憶が走馬灯のように蘇り、目頭を熱くした、このクラブでプロサッカー選手をはじめ、ここで追われることを想像もしていなかった。誇りに思います、と語った。最後は仲間からの胴上げで宙を舞い、笑顔で締めくくった。